ベニアミン・アナトーリエビチ・マンドリキンは、現ロシア・オレンブルク州、オレンブルク出身のサッカー選手。ポジションは GK。1981年、現ロシアのオレンブルクで生まれた。幼少の頃に、ウラジカフカスに、引っ越し FC ・アラニア・ウラジカフカスのアカデミーに入団した。サッカーを始めた当初は FW に興味を持っていたが、身長が伸びるとともに、ゴールキーパーへ変更。 13歳の時にはサッカーへの情熱が冷め一度は、対談をするがコーチのバレリー・ゴロホフの説得され、アメリカで開かれたユースの大会に出場。そこで勝利を収め、真剣にサッカーに打ち込むようになった。1997年に、アラニア・ウラジカフカスでキャリアを始め、1998年には、ユースオリンピックに出場した。クラブでは、長年政治意を務めていたザウル・ハロフが、 対談したのを契機に、性ゴールキーパーを務めることになった。1998年から2000年までは、UEFAU-21 欧州選手権の予選に出場し、同組のフランスが1位になったため本戦出場を逃したが、この予選でのプレーが、海外のスカウトから注目を集めた。2000年1月には、フランスの FC ジロンダンボルドーに招待され10日間トレーニングをした。 2001年、PFC チェスカモスクワに移籍をした。クスカでは、セルゲー・ペルフンが、政治系であったが試合中の事故により亡くなる。ペルフンなき後は、政治系として出場。2002年は、怪我をして、シーズン中盤に差し掛かった夏に、ロシア代表のルスラン・ニグマトゥーリンが加入して、ポジションを奪われる。半年のレンタルであったために、ニグマトゥーリンは、クラブを去るが、 2003年にも怪我をし、それ以後はイゴールアキンフェイフガクスカの政治意見として君臨した。2007年5月にはアキンフェイフが FC ロストフ戦で膝の大怪我を負い、半年間の離脱を余儀なくされたためにその穴埋めとして20試合に出場した。2008年から2010年までは出場機会を求めて FC トムトムスク、FC ロストフ、 PFC スパルタクナリ地区 FC ディナモブリャンスクにレンタル移籍をした2003年2月12日キプロス代表戦でロシア代表デビューを果たした2003年4月30日ジョージア代表との試合に招集され出場したがこれ以後代表には招集されていない2010年11月10日マンドリキンはブリャンスク市内を 女性二人と同僚のマクシム・ヒョードロフ、マラトマグ・ケイエフラと共に車で走行中に速度違反をして警察の追尾を受けた。さらに速度を上げた。その5分後に車のコントロールを失いに,に激突。警察発表によるとマンドリキンは酔っていた。女性二人は骨折などの重傷を負い同僚二人は軽傷であった。マンドリキンは脊髄を損傷して渋滞に陥り、 市内の病院へ搬送され手術を受け、2011年2月中旬まで集中治療室で過ごした。2011年6月頃になると徐々にではあるが、回復していき、9月にインタビューに答えた時は、病院関係者やクラブのサポートに感謝を述べた。2011年11月10日、リハビリテーションセンターに移った。ありがとうございます。